では伊藤優太選手に、リストアップの何種類かやってもらいます。ではお願いします。はい、これのポイントはどこですか？これはボールを足裏で行くときに思いっきり強く引いて軸足に当ててあげるっていうイメージです。はい、ありがとうございます。じゃあ次2つ目お願いします。これのポイントは、これもかかとでボールを軸足に当てるときに思いっきり当ててタイミングよくボールを上げるっていうイメージで。はい、じゃあ次お願いします。はい、これのポイントはどうですか？これのポイントはボールを引くときに強めに引いて軸足に当たる瞬間にちょっと軸足をアウトサイド気味に体重かけてしっかりボールを上げてから、まあ、かかとなりアウトサイドで自分の上を通すっていうイメージで。はい、ありがとうございました。次お願いします。はい、これのポイントはどこですか？これもかかとで軸足の内側の方に思いっきり当ててでそれをボールをこすり上げるっていうイメージで。ありがとうございます。ありがとうございます。次は長岡コーチに違うバージョンのリフトアップを見せてもらいます。はい、では1つ目、はい、これのポイントはしっかりと甲の上にボールを転がして上がったところを触りに行きます。もう一つが、はい、これは、こういう状態に軸足にかかとでボールをぶつけてこれは軸足を当たった瞬間に上げるパターンもあるんですけど、これは難しいんですけど、上げないで軸足のちょっと動きだけでボールを上げる感じです。ぜひチャレンジしてください。